こんにちは、劇花のフリアです。リアルタイムで見ている方はこんばんは、フリアです。今日ですね、ちょっとタイトルが煽り系になっておりますが、お急ぎください。5月にやっておきたい5つの庭仕事ということでね、5月はですね、前半がですね春なんですよ。後半がですねほぼ夏、まあ、いわゆる20年30年ぐらい前の夏と同じぐらいの感覚になりやすいです。そしてその後梅雨がやってきて、本格的な猛暑が毎年のことながらやってくるわけですね。毎年毎年のことなんですけども、真冬に関しては大雪、真夏に関しては酷暑、50年ぶり100年ぶりって言われているような台風が毎年来てますね。いわゆるですね、自然災害的な要素っていうのがこの夏と冬は起きやすいんですね。去年はね、秋雨の日照不足、結構気候が安定しませんでした。どっちかっていうと春の方がですね、比較的風は強いんですけど安定するんですよ。このね、5つの庭仕事なんですけど、5月のですね、できれば20日ぐらいまでには終わらせておくといいかなっていうふうに思います。季節がね、こう徐々に徐々に変わってっちゃうんでね。5つあります。ちょっとざっくり先に言っちゃいますけども、春花壇の片付けが1つ目、2つ目が一年草の種まき、そして、3つ目が挿し芽挿し木、4つ目が夏野菜の植え付け、5つ目がハーブの種まきということで、この5つはですね、5月の半ばから20日ぐらいまでにはちょっと終わらせておきたいなっていう感じです。1個ずつねお話をしていきますけども、春花壇の片付け、春花壇って言ってもペチュニアサフィニアを抜きましょうっていう話ではなくて、パンジービオラ、ノースポール、この辺ですね。5月の上旬はまだパンジー綺麗に咲いちゃったりするんですよ。まあ暑いところとか、あと土が悪い場所ってのはもうね、伸びすぎてバタン倒れてたりとか、アブラムシ湧いてたりとかっていうことがあるんですけど、綺麗なんでね、そのまま抜かずに置いてちゃったりとかします。連休明けたらですね、できればパンジービオラとか、まあ冬場植えたものに関しては抜いちゃいたいんですね。これなぜかというと、虫の発生、病気の発生、これの原因になります。すっごいこれ勉強になるんですけど、そのままね、植えといてみてください。抜きましょうねって言っといて、置いといてくださいっていう話もちょっとおかしいんですけど、うどんこ病になったり、あと変な病気が出たりとか、あと灰色カビ病とか、あと肌にアブラムシ、この辺がですね、ワンサが寄ってきます。病気になるのが先なんですよ。下の葉っぱが黄色くなって、その後アブラムシがバーって寄ってきて、さらになんか弱って変な病気がブワーッと広がるみたいなことがすっごく多いです。なので、弱った植物に虫がついて、虫がついてさらに病原菌がやってきて、そしてなんかダメになっていくんだなっていうのがすごくよくわかると思います。このパンジービオラの抜き方なんですけど、ズボーって抜いていただければそれでいいんですが、ブチブチブチシって抜いちゃうとね、まあかわいそうですけど抜くんです。抜いても細かい根っこがね、そこの場所にこう溜まってたりとかするので、こう熊手みたいになってるやつ買ってきてガッ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 って土をやってください。お庭だったら細い根っことかそういうの出てくるんで、ふるいがあるじゃない、ふるいの中に入れてガラ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 ってやって、根っこだけにして捨てるみたいなことをやっていただければと思います。抜いた後の土なんですけども、堆肥、最低でもね堆肥、そして腐葉土、これを入れて混ぜて2週間ぐらい置いとくといい感じになります。できればですけども、うちの土を捨てずに済むよ、これも一緒に混ぜていただくと最高です。ということで、上だけチョキチョキって切って終わりっていう方なんかもいらっしゃるんですけども、ちゃんと抜いてください。元気なうちに抜くのは本当に心苦しいんですけども、この動画が公開されている頃にはもうへたってしまっているっていう方がほとんどだと思います。もう抜いちゃったよっていう方なんかもいらっしゃると思うんですけども、まだやってないっていうことだったらもう即やっていただけると思います。2つ目、一年草の種まきですね。ものね、まあ、画像出てますけど、朝顔、ナスタチウム、インパチェンス、マリーゴールド。この辺がですね、夏も綺麗に咲いてくれるような種から育てられる植物なんですけども、これのね、種まき、5月中にはもう終わらせてください。あっという間に梅雨が来てね、日照不足で育たないなんていうことが結構出てきますので、できれば5月上旬までっていうのがベストです。まだやってないっていうんだったら、もうすぐにやってみてください。金魚草なんかもね、まだまだいけると思います。あとね、ペチュニアとか、あとはコリウス、ニゲラ、この辺なんかもまだまだいけます。
で、ひまわりの種まいてもいいですね。で、こんな感じでですね、種まきやってください。ジニアなんかもいけるかな。できれば、まあ、庭にね、直まきでもいいです。あと、プラグって言って、まあ、あのセルトレイに入れてもいいですし、あと、まあ、ポットに土入れてね、そのまままいちゃっても全然いけます。できちゃうんで、あったかい時期なんでね、本当にね、ラフに種をまくだけでも、意外とですね、よく育ってくれるんですよ。種まきの仕方とか、あとは、ピンチっていうのは摘心のことですけど、この兼ね合いとか、その辺はね、あの他にも動画があるんで、ちょっと探していただいたりとかして、見ていただければなっていうふうに思います。種まきね、早めにやっておきましょう。三つ目、挿し木、挿し芽。大好きですね。はい。あったかい時期にですね、挿し木をしていただけると、非常にいいと思います。ここにね、ローズマリー、アジサイ、ゼラニウム、バラ、オリーブ、イチジク、ナンテン、この辺なんかも全然いけちゃったりします。春の苗物、この辺のやつを切って、挿し芽して、増やしたいなんていう方なんかも、5月中にやっといた方がいいですね。できれば5月の半ばぐらいまでには挿し芽、これを終わらせておきたいなっていう感じです。もちろんね、ゼラニウムなんかも全然いけますね。時期的にね、発根しやすい時期なんですよ。あったかいんで。これがね、暑くなりすぎちゃうと、発根しなくなっちゃうんですね。生育もやっぱ止まったりします。あとね、挿し穂は10センチから15センチ。まあ、こんなもんですね。で、ピッてこう、長めにね、刺しといた方が、まあ、間違いないですね。あとですね、葉っぱがそのままついてると、刺し木、うまくいかなかったりするんで、葉っぱ少し落としていただいたりとか、葉っぱ半分にちょきんって切っていただいたりとかっていうことが必要になってきます。刺し木のやり方、特に詳しくは、ここでお話ししませんが、培養土ね、刺し木用の培養土っていうのが売ってます。普通の培養土じゃなく、肥料が入ってないやつ、そっちの方がうまく根付きやすいので、そういうのをやっていただくといいかなっていうふうに思います。で、自分でね、土を作って、ブレンドしてやりたいっていう方は、赤玉、カヌマ、バーミキュライト、この辺の土を混ぜ混ぜして、刺し芽用の土を作っていただいても結構だと思います。あとね、刺し芽に挑戦してみたいなっていう方いらっしゃったら、チャレンジするならこの時期の方がいいです。なんかね、春先にね、刺し木してうまくいきませんでした、みたいな方って結構いらっしゃるんですよ。アイビーとかポトスを増やしたいっていう方なんかもいらっしゃると思います。で、アイビーとかポトスはね、水刺しって言ってコップの中にこう入れとくだけで水張って、入れとくだけで根っこ出てきて、それを土に植えるっていうことができますので、これもね、5月ぐらいにやっといていただいて、部屋に置いといていただいて、もう部屋の温度が結構高いんで、うまくいく可能性が非常に高いです。なので、挿し木挿し芽、5月中に、やりたい方はやっておいてください。6月からだとね、気温が高くなりすぎちゃってコントロールするのちょっと難しいかなと思いますんで、この辺気をつけていただけるといいかなっていうふうに思います。4つ目で、ね、夏野菜の植え付け。もう、ナス、トマト、ね、この辺、あと、まあ、ピーマン、シシトウ、キュウリ、枝豆、ゴーヤ、チンゲン菜、ツルムラサキ、モロヘイヤ、水菜、この辺もですね、5月非常にいいですね。連休中に野菜苗がホームセンターさんにいっぱい並びます。そのタイミングで買ったよっていう方なんかももうすでにいらっしゃると思いますが、まだ植えてないっていう方はもうぜひ、種からじゃなくて、これはね、苗からやってください。種だとちょっともう間に合わないんで、5月中にですね、トマトとかナスとかキュウリとか、この辺植えていただけると、もうこれからどんどん育ちます。あと、グリーンカーテンやりたいっていう方ね、これも5月中の方がいいですね。ゴーヤとかね。ただね、ゴーヤのグリーンカーテンは、まあ、ぶっちゃけですね、これテロです。近所の方も、迷惑するくらいのテロになります。これですね、ゴーヤ、うちもね、作ったことあるんですよ。もう、なりすぎるんです。自分ちで消費しきれないじゃないですか。ご近所に配るわけですね。ご近所に配っても、ご近所もゴーヤ祭りになるわけですよ。でもまだなるみたいなね。ゴーヤって熟すとね、これ余談ですけど、熟すと黄色くなって甘くなるっていうんで、熟すまで置いといて食べてみたんですけど、まあ確かに甘いんですが、そこまで美味しいものでもないので、ゴーヤはですね、はい、花を摘むっていうことをやっていただいた方が、実の量をですね、コントロールできれば一番いいんですけどね。ただね、今年、やっぱりステイホームになりそうじゃないですか。夏も。なので、ゴーヤ、もう思いっきり作っていただいて、思いっきりご近所さんに配りまくって、みんなでね、ビールで乾杯しながらゴーヤチャンプル食べるっていうのも全然ありだと思います。夏野菜ね、ぜひ植え付けしてみてください。最後、5つ目、ハーブの種まきですね。これね、カモミール、タイム、セージ、コリアンダー、バジル。この辺ですね、高温が必要な、発芽に高温が必要な種たちになります。ハーブね。6月でもいいぐらいな感じなんですよ。だから、この動画タイムリーに見ていただいて、じゃあそろそろやってみようかなっていう感じで、スタートし始めるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。コリアンダーってのはパクチーのことね。
で、鬼まずね、バラバラって巻いて、間引きして、芽が出てきたら間引きして、そのまま育てていただければいいと思います。鉢でもね、丸いプランターじゃなくて、横長のプランターにパラ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 って巻いていただいて、もう本当にね、ラフな感じで、一緒にね、お子さんたちと楽しむのもいいですし、バジルとかってお孫さんが好きとかってあんまないですよね。なので大人が楽しむハーブガーデンみたいな感じで、長いね、プランターでやっていただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとね、ミント。ミントもね、直巻きするとね、テロになりますんで、後々が大変なんでね、もう地下茎が広がっちゃって大変だから、プランターでやった方が楽しいですね。僕はバジル、あと、コリアンダー。パクチーですね。これをプランターで育てたことがありますけども、非常に簡単です。自分で育てた場合は、よくね、もうモリモリに大きくなってから収穫すると葉っぱが硬いんで、若葉の段階でもバンバン収穫しちゃって使っちゃってください。そっちの方が香りもいいしね、何より美味しい。美味しいので、若葉の時に収穫をしちゃうっていうのが自分で作った時の楽しみの一つかなっていうふうに思います。贅沢食べ。これをね、ぜひやってみてください。ということでね、今日もこの辺で終わりにしたいと思います。うん、育て方わかんないとか、なんかグラグラになっちゃった植物がっていうことであれば、LINE の方で、僕の方にメッセージを送っていただければ、手が空いた時に答えますので、ぜひ活用してみてください。あとね、それぞれの植物の育て方わかんないっていう時は、まずですね、育て方動画サーチ。これも概要欄の方に貼ってあるんですけど、これ概要欄開いていただいてね、ポチッと押していただいて、登録して、ペチュニアとかね、バジルとかね、やっていただけると、その動画が出てきますんで、YouTube に飛んでまたそれをね、見ることができます。YouTube の検索でね、探すのなかなか、なんかいっぱい動画出てきちゃ大変なんで、こんなのも作ってみました。ということで、この動画役に立ったよ、面白かったよっていうことであれば、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでまたお会いしましょう。さよなら。